初めての心霊体験。私はよくあるホラー映画とか本当にあった怖い話とか、そういうオカルトやホラーが好きだけど、そういうものは一切見たことも感じたこともない人間でした。今思えば体験したことがないからこそ楽しんで見えていたんだと思います。7月の中旬、上司から、自宅の近くで花火大会があり、うちのマンションからきれいに花火が見えるから遊びにおいで、と誘われました。最初はもちろん断りました。上司の自宅に、しかも夜遅い時間に行くのは抵抗があったためです。しかし、同じように誘われた同期の二人、舞子とゆかがその誘いに乗り気になり、詳しい日程や時間の調整まで始めてしまいました。さらに上司からしきりに、自宅に来ないか、舞子とゆかも来るから問題ないと誘われてしまい、断りにくい状況を作られてしまいました。思えばこの時、意図的に断れないようにされていたんではと思います。当日午後5時くらいに、舞子とゆかと3人で上司に指定された駅で待ち合わせ。その後、迎えに来た上司と歩いて上司のマンションへと向かいました。駅の周りにはスーパーやマンションが多い、いわゆるベッドタウンと言われる駅で、ここでは言えませんが、駅名だけであればそこそこ有名な場所でした。歩いて5分くらいの駅の近くのマンションの最上階、さらに角部屋、そこが上司の家でした。高校生の息子さんに出迎えられ、中に入るとすぐ両脇に扉が2つ、それからお手洗いとお風呂場への入り口。廊下を進むと対面キッチンのある広いリビングダイニングがありました。いわゆるごく一般的な 2LDK の家です。また上司が綺麗好きということもあるせいか、部屋はまるでモデルルームのようにピカピカで、家具が統一されていました。突き当たりには広めのベランダがあり、その向こうに先ほど私たちが歩いてきた駅の明かりが見えます。上司が言うには、どうやらこの窓から花火が見えるようです。舞子とゆかは夜景が綺麗だの、部屋が綺麗だの、上司と話していました。息子さんは見知らぬ人たちがたくさん来たせいか、終始黙って、そうしてなぜかベランダをじっと見ていました。つられて私もベランダを見て驚きました。なぜなら、ベランダが異常なほどに薄暗かったためです。確かに夜の時間帯で、ベランダに電灯などないためにそう感じたのかもしれません。けれど、その時はっきりと、ここは怖いと思ったのです。さらに言えば、そのベランダには枯れかけた花なのか野菜なのかわからない葉っぱの植わったプランターが置いてあったり、上司のゴルフセットがなぜか横倒しで置いてあったり、薄汚れた砂場遊び用のバケツとシャベルが置いてあったり、散らかったベランダだけが明るく綺麗な部屋から切り離されていたのです。ベランダがなんだか恐ろしいもののように見えた私は後ろに後ずさり、そうして気づきました。窓ガラスの下の方、ちょうど足首の高さのあたり、べったりと小さな手の跡が、ひっかいたような傷が窓の横幅いっぱいに無数についていることに、そしてさらに恐ろしいことに、その手形は私の目の前で一つ、また一つと増えていくのです。人って本当に怖いって感じると息が止まるんですね。うっと喉に息が詰まりました。あまりの恐怖に、さすがに上司に聞いてみようと後ろを振り返ると、すでに舞子とゆかとビールを飲み始めた上司と目が合いました。目が笑っていない。
ってよく小説でありますよね。上司はまさにその目をしていました。舞子とゆかと楽しそうに笑いながら、なあお前もこっち来いよと言いながら、だけど目はしっかりと私をにらみつけているのです。先ほどの現象と上司の様子があまりに恐ろしく、私は体調が悪い、帰らせてほしいと何とか伝えました。後ろの窓はとても怖くて振り返れませんでした。私の表情があまりに必死だったからでしょう。舞子もゆかも帰った方がいいと口々に言いました。私はそれとなく二人にも一緒に帰らないかと伝えたんですが、二人はよほど花火が楽しみだったんでしょう。自分たちは問題ない。あんたは顔色が悪いから帰れと口を揃えて言いました。上司もそんな舞子とゆかの手前、残れとは言いにくかったんでしょう。気をつけて帰れよと私に言いました。転がるように廊下を出て慌てて靴を履いていると、いつの間にか後ろに息子さんが立っていました。無表情のままベランダをじっと見つめていたように私を見つめていました。そうして、手形しか見えてなくてよかったですね。息子さんの言葉に弾かれるように部屋から飛び出していました。足が腕が情けないほど震えていました。エレベーターの下りボタンを連打していました。その後はよくあるような、この事件をきっかけに心霊現象に多く立ち会うようになったなんてことはなく、また何も見えないまま感じないまま毎日を過ごしています。ただあの日以来、ホラー映画などを見るのが苦手になってしまいましたが、あのあと舞子とゆかは普通に花火を見て帰宅をしたそうです。怖い話によくあるような、怪我をしたり呪われたりなんてことはありませんでした。上司もあの日私を睨んだことに一切触れず、いつも通り接してきています。まるであの出来事は夢だったんではないかと思うほどです。息子さんはベランダを見ていた時、一体何を見ていたんでしょうか。上司はあそこに何かいると知っていて、あえて私たちを呼んだんでしょうか。そもそもあの手形は一体何なんでしょうか。謎が解けないままではありますが、これで私の体験は終わりです。怖い話はたくさん読んでいましたが、まさか自分が体験するなんて夢にも思っていませんでした。あんな怖いをまたするなら、このまま見えないまま、感じないままの人間で居続けたいです。怪談テープ。稲川淳二が怪談話を始めて人気が出だした頃のこと、当時のバイト先の仲の良かった早番の女の子が、怖い話好きだよね、これ知ってる？とカセットテープを差し出した。稲川淳二のやつだよ、ファミレスに売ってたんだ。彼氏と車で河原に行って真っ暗にして聞いたんだけど、すごかったよ。何がすごかったのやらと考えながら、今夜だけの約束でそのテープを借りることにした。家の帰り、部屋でダビングしようと60分テープを用意。バイトが午前1時終わりなので時間はすでに2時近かった。最初にレコーディングボタンをスタート、そして再生。一話目は雪山か何かの話だったと記憶してる。まあありがちなお話だった。期待はやっぱり4話目の生き人形かなと思いながら、雑誌なんかをパラパラとめくりながら聞いてた。
やがて2話目が始まったが、これがなかなかの雰囲気。今となっては何の話だったか覚えていないが、それまで聞いたことのない話だった。こりゃ儲けた。結構怖いぞ。しばらく聞き入っていると、やがて背筋に冷たいものを感じ始めた。一人部屋でモニターをビデオにつないで音はステレオから出すようにしてたので、ステレオを使っているとテレビなど他の音を出すことができない。話はだんだんと佳境に入っていく。嫌な寒気から逃れたくて、思わずステレオのボリュームを絞った。どうせ録音してるんだ。明日聞けばいいや。ダビングが終わるまでにはしばらくかかりそうだったので、そのまま風呂へ入ることにした。風呂から上がって部屋へ。戸を開け、中に入りステレオを覗き込むと、ものすごく中途半端なテープ残量で両方とも止まってる。オートリバースが働いた様子もなく、どちら側も A 面のままになっている。ダビングが終わってるとは思えない。試しに元テープの方を再生してみると、やはりまだ2話目の途中。おかしいなぁと思いながら、録音していた方を少し巻き戻して再生。話の途中なのに突然プツッと音がなくなってる。元テープを少し巻き戻してからその部分を聞いてみるが、問題の場面でも止まる様子はない。ちっ、やり直しじゃん。一度両方のテープを全部送って、それから巻き戻してみる。テープの巻きが原因と結論を出した。元テープの巻きが悪く、そちらが止まったので、ダブルデッキのシンクロが働いて、録音側も止まったんだろうと。二度目のダビングをスタートさせた。自分は部屋を出て、今に行きテレビをつけ、くだらない深夜番組で笑ってた。そろそろかな。約一時間後、終わる頃だと思い部屋に向かった。音はしていない。よかった、終わったと思ってステレオを覗き込んだ。テープは止まってた。さっきと同じぐらいのところで。元テープを再生してみると、やはり2話目の途中、1回目の時と全く同じところだった。録音側も確かめてみるが、同じところで音がプツッとなくなっている。だんだんと気味が悪くなってきた。時計を見ると3時半を過ぎている。参ったな、返さなきゃいけないのに。元テープを巻き戻しながら新しいテープを探した。当時は FM ラジオのエアチェックなどもしてたので、テープを買いためてあった。元テープの止まるところが同じなら、最初から不良品なのかもしれないと思い、音は出さないままで最初から再生してみる。だいたい頭から20分前後のところで止まっているはずである。時計と雑誌を交互に眺めながら時間が過ぎていく。部屋の中にはテープのヒスノイズだけが響いていて、なんとも奇妙な雰囲気。15分後、止まる様子はない。問題の20分が過ぎ、やがてガチャンという再生ボタンの戻る音で A 面が終了した。元テープには異常はなさそうだ。先ほど探し出した真新しい60分テープを取り出した。用心のため、一度全部巻き送ってから巻き戻した。準備はできた。音は出さなきゃいいんだし、部屋にいることにしよう。これで最後にしようと3度目のダビングを始めた。カーテンの隙間から光が漏れてきた。空が明るくなり始めているのに助けられて、
ボリュームをほんの少しだけ上げて音を出した。第1話の終わりぐらいのところだ。度胸を決めてそのまま聞き続けることにする。やがて2話目が始まった。また背筋に冷たいものを感じる。話が進んでその場面が近づいてきた。デッキのカウンターを見るとやはり20分の表示。何度も聞いた稲川淳二のそのフレーズが聞こえたところでガチャン。テープは止まった。どうするべきかしばらく考えた後、録音側、再生側の両方のボタンを同時に押した。ボリュームをゼロに絞って布団に入った。部屋の電気はつけたままにして、とにかくダビングだけして返そう。そう考えた。今にしてみればそれが間違いだったのかもしれない。翌日バイト先でテープを返すとき、これ途中で止まったりしたことある？と聞いてみた。彼女は一度しか聞いてないけどそんなことはなかったと言ってた。これから友達に会ってこのテープを返す約束をしていると。どう？怖かったでしょ？ダビングさせてもらって会ってまだ聞いてないと伝えた。すると他のバイト仲間で聞きたがっている安藤君に貸してあげてほしいと言われた。当分この元テープは彼女の友達の間を渡り歩くからと。その時は自分自身テープを聞く気にはなれなかったので了解して明日渡す約束をした。彼女が帰った後、安藤君に昨晩の出来事を話した。彼は非常に興味を持ち、途中が切れててもいいからぜひ貸してほしいと言った。安藤君にテープを渡した翌日はバイトが休みで、行くところもなくて家にいた。今日は寝ていよう。そう決めていたが、突然バイト先から電話がかかってきた。今日出られないか？理由を聞くと、安藤君の母親が亡くなって彼が来られなくなったと。断るほどの用事もないのでバイト先に向かった。数日が過ぎ、安藤君はバイト先に戻ってきていた。すみません、これ忘れてました。返します。その手には例のテープが。その日のうちに聞いたんだけれど、その後のごたごたで忘れていたと。怖かったですよなどと話をしていたら、山田くんが話に加わってきた。俺にも貸してよ。山田くんにそのままテープを渡した。しばらく聞きたくなかったのだ。今これを聞いている人はリングを思い浮かべていることでしょう。似てるかな。パクリだ、ネタだと言われそうだ。でも今から13年前に本当にあった出来事です。信じてね。その時はテープを貸したことと彼の母親が亡くなったことなんかが結びつくわけがない。だから何も考えずにそのテープを別の人に貸してしまった。山田君の家ではテープを聞いた翌日におばあさんが亡くなりました。その後テープはどうなったか。記憶の限りでは実家のあの自分の部屋のどこかに今でもあるはずです。山田君からテープを返された時から誰にも聞かせてないつもりでどこかにしまったはず。捨てるのも消すのも怖かったしね。なんとなく安藤君も山田君も自分の意思で聞いたんだし、そんなわけないから偶然だよと言ってくれたものの、その時期はちょっと落ち込んでた。
結局自分は怖くて聞けなかったから。ミルクのみ人形。これは私が子供の時に体験した奇妙な話。私の父はとにかく貧乏性で、近くのゴミ捨て場で壊れた家庭用品やガラクタなどを見つけてはもったいないと家に持ち帰ってきた。家族はそんな父に呆れていたが、恥ずかしいからやめてと言ってもやめるような性格ではないのは知っていたから、諦めて父の好きにさせていた。父が拾ってくるのは様々なものだったが、中にはなんで拾ってきたのと言いたくなるような奇妙なものも少なくなかった。その中の一つがあの人形だ。ある日、家に帰ると私と妹の部屋に見知らぬ人形が置かれていた。どうせまた父が拾って帰ってきたのだろう。私はこんな汚い人形を拾ってくるなんてとうんざりしながらその人形を見下ろした。子供の腕にぴったりと収まるようなよくある日本製のミルク飲み人形。長いまつげにくりくりの茶色い瞳。ミルクを飲むためにうっすら開かれた唇は今にも何かを喋り出しそう。新品の状態だったならさぞかし愛らしい人形だったことだろう。けれど前の持ち主がよほど手荒く扱ったのか、つるりとした白い方には黒のマジックでいたずら書きされ、寝かせるとパチリと閉じてるはずであろうまぶたは片方、しかも半分しか閉じることができず、片目が潰れたようなひどい顔になっていた。とても可愛いとは言えないそれをなぜ父が持ち帰ってきたのかわからない。私も妹ももともと昔から人形遊びが好きだったから、部屋には他にもリカちゃん人形やケースに入ったフランス人形、ぬいぐるみなどたくさんの人形たちがずらりと飾られていた。その中に並べられた明らかに異質な人形。他の人形たちは子供の頃から遊んでいたものばかりだったので愛着もあったし、そこに置いていて不自然さを感じることなど一度もなかった。しかし、あのミルク飲み人形だけは違ってた。彼女はベッドで眠る私を物言わぬ瞳で毎日毎晩じっと見つめているようで、それはあまり気分が良いものではなかった。が、父が拾ってきたそれをまた捨てる気にもなれず、しぶしぶ部屋に置いていた。それからしばらく経って、私はある奇妙な体験をした。ベッドの上でいつものようにうつ伏せでうとうと眠っていると、ふと耳元で誰かの話し声が聞こえてくる。子供だろうか。私の耳元、それもものすごく近くでいきなり子供が笑った。いたずらを含んだような楽しそうな笑い声。最初は一人。それが粉みが広がるようにざわざわと他の笑い声も響いてきた。2、3人くらいだろうか。全部幼さを含んだ無邪気な笑い声。それからひそひそと何かを話しているのが聞こえてきた。最初は近所の子が遊んでるのかと思ったけれど、こんな夜中に子供が外で遊んでいるわけがない。しかも声がするのは私のすぐ耳元。最初は何を話しているのかわからなかったけれど、そのうちだんだんはっきりと聞こえてくる。寝てる？寝てる？目を閉じていても、上から私の顔を覗き込んでいる何者かの気配をしっかりと感じた。しかも一人じゃない。複数の視線。突然現れた彼らは私が寝ているかどうかを確認しているようだった。
するとその中の一人が、寝てるかどうか調べてみようよ、みたいなことを言ったと思う。その瞬間、私の体は魚のようにビクビクッと震え、全身がブワッと草原立ちました。多分鳥肌が立っていたと思う。今まで感じたことのないような恐怖で体がこわばる。これは目を開けてはいけない。見たらきっと良くないことが起きる。だから彼らを絶対に見てはいけない。と本能で感じ、私は心の中で、消えろ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 、と必死に祈った。相変わらず枕元では、私の顔を覗き込みながら子供たちがひそひそと何かを話し合っている。それから意識がなくなってハッとして目を開けたら朝になっていた。目覚めの悪い夢だった。そう思い朝が来たことに心底ほっとした。だけどその夢はそれだけでは終わらなかった。その日から私は同じような夢を何度も見るようになったのだ。ベッドで寝ている私、するとどこからか子供の笑い声や話し声が聞こえてくる。最初は話し声だけだったのに、そのうち枕元を誰かがパタパタと騒々しく走り回る。2、3人だけだったはずなのに、だんだんと増え、大勢の人間が私の周りで話し、楽しそうにかけっこしたりしている。スピーカーからざわざわと絶えず人の話し声が垂れ流されているような状態に、私はひどく怯えた。どれもこれも幼い子供のもの、無邪気に笑う声、はしゃぐ声、そして中には明らかに私に悪意を持った話し声もした。彼らは私の耳元で私の顔を覗き込みながら楽しそうに、寝てる？寝てる？と話しかけてくる。返事をしたらダメ。目を開けたら絶対にダメ。体は金縛りにあったように硬直し、指一本だって動かすことができない。消えろ！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 私はブルブルと震え、恐怖と戦いながら夢から覚めるのをただひたすら祈り続けた。また誰かが私のすぐそばを走っている。パタパタと複数の小さな足音が聞こえる。そんなはずはない。だって私が寝ているのは二段ベッドの上。彼らは足音を立てながら空中を駆け回っていることになるのだ。そんな恐ろしい夢が続き、私も随分とひどいうつ状態になっていた。それがあれの仕業だと気づいたのは、昼間、うとうとと昼寝をしている時のことだった。寝ているような、起きているような、半覚醒の状態で、私はまたしてもあの夢を見た。寝てる？寝てる？そろそろかな？そろそろかな？と話す子供の気配を感じ、私はなぜかこれはあの人形なんだと目をつぶりながら思った。なぜそう思ったのか説明もつかないし根拠もない。だけど絶対にそうだと思った。正確に言うとそうじゃないのかもしれない。私の顔を覗き込んで、執拗に私が寝たかどうかを確かめに来るそいつは、あのミルク飲み人形ではなく、ミルク飲み人形の中に潜んでいる何かなのだと、そう思ったのだ。こんな話、誰にも話せるはずがない。頭がおかしいと思われてしまうのが嫌だったので黙っていたけれど、二段ベッドの下で寝ている妹も、何か不穏な気配を感じているかもしれない。そう思って尋ねてみても、妹は不思議そうな顔をして、話し声なんかしなかったよ、と、いつもと変わらない様子で答えた。
ミルク飲み人形が怖くて怖くてたまらず、早く何とかしなくちゃと焦るけれど、具体的にどうすればいいのかなんて子供の私にわかるわけがない。自分が狂ったのではないかと怯え、本当に頭がおかしくなりそうだった。どうして私だけが聞こえるのか、どうして私のもとにだけ彼らはやってくるのか。昔ぼんやりとだけど女性の幽霊を見たことがある。もしかしたら霊感というやつがほんの少しだけ私にはあったのかもしれない。だから闇の中に潜む何者かの気配を感じ取ってしまったのだろうか。数日経った日の夜、また彼らがやってきて私の耳元でざわざわと話し始める。目を閉じていたので実際見たわけではないけれど、気配で20人くらいはいたと思う。とにかく部屋中人の話し声であふれ、耳を塞ぎたくなるくらいの騒々しさだった。その中の5人くらいが必ず私の枕元で、寝てる？寝てる？と話しかけてくる。私の顔を見ているのはやはりあの人形だと思った。そいつは子供の声でこう言った。起きてるよ。起きてるはずだよ。すると周りの声も反応して、起きてるよ。起きてるね。と一斉に話し出す。無邪気さの中にはっきりとした悪意を感じた。そろそろいいよね。もう入ってもいいよね。入っていいかもね。入ってみる？入ってみようか。入ろうよ！入ろうよ！その時、私はこいつらに体を乗っ取られるかもしれないという恐怖で悲鳴を上げそうになった。でも、相変わらず体は金縛りにあったように動かせず、ただビクビクと震えるだけ。本当にこのままではダメだと思ったので、初めて知っている限りのお経を頭の中で必死に唱えた。子供だったので本格的なお経を知っているわけでもなかったけれど、それでも知っている限りの言葉をかき集めて必死に唱えた。気がついたら朝だった。今でもあれは夢だったんじゃないのかとぼんやり思う。いや、夢だったと思い込みたいのかもしれない。それからすぐに私たちが住んでいる借家が取り壊しになることになり、私たち一家は新しい新築の家に引っ越した。あの人形はどうしたかというと、引っ越しの最中消えてしまった。引っ越し作業に乗じて母が処分したかもしれないし、もしかしたら押し入れの中に今もひっそりとしまわれているのかもしれない。不思議なことに、新しい家に引っ越してからはそうした怪現象が起こることはなく、古い家だったのでそういった何かも関係していたかもしれない。今思えばおかしな話だけど、どうしても説明がつかない妙な体験だった。長年誰にも言えずに胸に抱え込んでいたことを話せてすっきりしました。ひさるき。最近保育園で保母さんをやってる友達に聞いた話。その子が行ってる保育園ってお寺がやってるとこで、すぐ近くにお墓があったりする。お墓に子供が入っていたずらしないように周りに柵がしてあるんだけど、柵の杭の尖った先っちょに虫やトカゲなんかが串刺しになってることがよくあるらしい。園児のいたずらかもしれないけど、お寺も兼ねてる保育園だから結構人の出入りは多くて、広場で小学生なんかがしょっちゅう遊んでいるから誰がやってるのかわからない。まあ鳥のせいかもしれないしって感じで、
誰も大して気にはしてなかった。ところがある日、その柵にモグラが刺さっていた。さすがに哺乳類はグロいんで、すぐに園長先生が片付けてくれた。で、しばらくすると、今度は猫が突き刺さってた。これはさすがにひどかったんで、ほぼさんやお坊さんが集まって、誰の仕業か、どうしたらいいのかって話をした。でも犯人はわからないし、再発防止の明暗も出なかった。結局どうするんだろうねってムードでだらだらと時が過ぎたある日、ウサギが突き刺さってた。保育園で飼っていたウサギだった。これは友達が見つけたらしい。早朝にお坊さんがお墓の掃除に行った時にはなかったのに、その日はたまたま友達より早く来ていた子供がいたんで、その子に何か見たって聞いてみた。その子は一言、ヒサルキだよって言った。ヒサルキって何？と聞いてもうまく説明できないみたいだった。後で他の子にヒサルキのことを聞いてみた。みんな知っていた。でも誰もヒサルキがどんなものなのか説明できなかった。子供たちはウサギが死んだのをあまりかわいそうだと思っていないようだった。なんとなくしょうがないみたいな感じで冷めていた。変だと思ったのは、ヒサルキのことは園児の親も知らなかったこと。子供がそんな言葉を使っているところも誰一人覚えていなかった。テレビや本のキャラでもなかった。するとほぼさんの一人が、昔そんな名前の絵を見たことがあると言い出した。子供が描いた絵は返してあげるので保育園には残っていない。ただ絵を描いた子がそのほぼさんの近所の子だったので名前を覚えていた。その子に聞いたらと友達が言うと、そのほぼさんは引っ越したと答えた。そしてその引っ越しが変だったんで覚えてるとも言った。何でも挨拶もなく急に引っ越していったらしい。さらに不思議だったのは、引っ越す時にちらっと見たらしいんだけど、その絵を描いた子が両目に眼帯をして車の中に座っていたんだって。それでどこへ行ったのかは分からずじまい。それから鶏が串刺しになったのが最後で、ヒサルキ騒動は終了。結局犯人もヒサルキの正体も分からずじまい。前みたいに虫なんかは突き刺さってるみたいだけど。タイトルのないビデオ。私は大手チェーン店ではなく、古いビデオ屋に掘り出し物のビデオをよく探しに行ってて、新たな掘り出し物を探すため別の古いビデオ屋を発見し見に行くことにしました。店内に入り、私はずらりと並んだビデオのタイトルや表紙をじっくり見ては、無心にピンとくるようなものをただただ探していました。並んだタイトルを目で横にスライドさせていくと、角下ら辺に真っ黒のタイトルのないビデオを発見した。そのビデオを手にし、裏や表を見るも何もなく、ただ真っ黒。面白いので借りてみようとレジへ出すと、店長らしきおじさんがビデオを見て一瞬止まったのを私は見逃さなかった。これ何のビデオなんですか？と質問すると、これだいぶ昔のものだと思います。覚えてないですね。捨てるのを忘れたかな。これ本当に借りていきますか、お客さん。
何か引っかかるような言い方をして、まるで貸すのを嫌がってるように感じたそこに、私は掘り出し物の匂いを感じ、すぐさま借りることに。そして家へ帰り、ご飯を食べて一段落し、真っ黒な謎のビデオを見ることにした。デッキ口にガコンと入れ、再生ボタンを押す。すると画面は砂嵐。待てど待てど砂嵐。もしかしてただの空のビデオ？騙されたのか？借りた料金を返してもらおう。まあ古いビデオ店のうさんくさいおじさん、忘れて破棄するものを置いたままだったのかな、などと考えながら諦め、リモコンで開閉ボタンを押したとき、いきなり画面はパッと変わり始まりだした。ホームビデオで撮ったような雑な画質。会社名もタイトルも出ない場面は、外でどこか見たことあるような、至って普通の住宅街を映している。ただ一つ、おかしな点が。裸の男が歩道をものすごい勢いで走っている。真っ黒な肩ぐらいまで伸びた髪を勢いのある向かい風になびかせて、口は半開き、目は充血して見開き、手には斧を持ち、前後に激しく揺らしている。そしてただひたすら走っている。走っている。何のビデオだ？もしかして学生の創作ビデオだろうか？なんだかお金の無駄になってしまったような、ハズレくじを引いてしまったような後悔の気持ちでいっぱいになった。とりあえずしばらく見ていると、全然変わりなくただひたすらにスピードを落とさず息切れなしで走っている。かれこれ30分ぐらいは経ったと思う。私は違和感を感じ気づいた。それは男ではなく、素早く流れていく周りの建物に。見覚えを感じる。そうだ、これは私の住む町。しかもめちゃめちゃ近所じゃないか。男が私の住む近所を走っている。少し怖くなったが、しかしもっと怖くなった。男が曲がる道々が私の家の道順だと。そうこうしているうちに、結局うちの前の通りに出てきた男は私の家の方へと曲がってきた。すでに目と鼻の先。うちに来ることはないと信じていたが、期待は簡単に外れる。そしてドンドンドンとドアを鳴らし始めた。それと同時に1階の玄関からドンドンと聞こえてくる。私の部屋は2階にある。信じられないその状況にかなりパニックになった。しかし絶えずさらに激しく男はドアを叩き続ける。するとドアノブをガチャガチャっとしだした。さっき帰ってきた時にちゃんと鍵を閉めたので開くことはない。しかし開かないと分かってるはずなのに、男は気違いのようにガチャ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 と回す。そしてついに男は持っていた斧を振りかざした。そしてガンとドアを突き当てる。やばい、こいつ本気だ、壊す気なんだ。それから男は何度も斧をぶつけ、しまいには大きな穴が開いてしまい、そこから手を差し入れ鍵をカチャリと開けた。私の恐怖はヒートアップし、震え上がりながら毛布をかぶって、ただひたすら何もできず、画面に釘付けになっていた。男は居間に入り、キョロキョロしている。私を探しているに違いない。一階のすべての扉を開け、うろうろする。そして確認し終わったのか、玄関へ向かう。頼む、このまま帰ってくれ。必死に祈ったが、その祈りも虚しく、階段へと足を向ける。階段を上がるたびに私の部屋の向こうでトントンと聞こえる。そして2階に男は到達し、手前の誰もいない部屋へ入っていく。それはまさに私の部屋の隣だ。足音がリアルに聞こえてくる。画面ではうろうろと男が私を探している。そして探し終わり、ついに私の部屋の前へ。恐怖でガチガチと歯を鳴らして、今にも気を失いそうになった。どうかそのまま起きたら夢であってほしい。男が私の部屋のドアノブへと手をかけた。
私はその時自分の部屋の扉へと目を移す。ゆっくりゆっくりドアノブが回る。その時私はリモコンで停止ボタンを押した。すると部屋はしんとし、何も聞こえず誰も入ってくる気配はない。それから時間は経ち、恐怖が薄くなってきた頃、勇気を出して部屋を出た。階段を降り玄関を見ると、壊されたはずのドアが元通りに。鍵もしっかり閉められていた。念のため全ての部屋を探したが誰もいなかった。それからすぐにビデオ店に行き返そうとしたが、シャッターが降りていて店は閉まっていた。それからも毎日店に行ったが、最終的に貸し店舗となっていた。もしもあの時停止ボタンを押していなかったら、今頃どうなっていただろうか。クラス替えアンケート。毎年3月が近くなるとクラス替えアンケートのことを思い出すんだけど、俺以外にこんな体験した人っているかな。俺が小学校4年生の時の話で、俺が当時通う小学校は結構な大規模校で、毎年クラス替えがあった。春休み中、3月の終わりに先生方の離任式があって、その時に体育館に新しいクラスの名簿を貼り出すんだけど、親友や好きな女の子と一緒になりたいとか、毎年すっごくドキドキしたことを覚えている。その年、3学期の2月に入ってすぐ、俺に一通の封書が来た。クラス替えアンケートという文字が表に大きく印刷され、教材会社の主催になってたけど、これまで調べた限りでは、その名前の教材会社は存在しないんだ。中身はどんな内容かというと、俺の小学校の4年生の中で絶対に同じクラスになりたくない人の名前を1名書いてくださいというもので、それを出した人には文房具のセットが当たるかもしれないということだった。当時俺は雑誌の懸賞に応募するのが趣味だったし、返信用のハガキが入っていたので特に変だと思わず、同学年で一番嫌いないじめっ子の名前を書いて出してやった。実は俺はその名前を書いたやつと家が近所で、登下校でよく嫌がらせをされてた。別のクラスだからまだ良かったものの、同じクラスになれば本格的ないじめを受ける可能性があって、絶対に同じクラスにはなりたくないと思っていた。5年生は6クラスあるから可能性は低いんだけど、その後すっかりそのアンケートのことは忘れていたんだけど、3月に入ってすぐに同じ名前の教材会社から大きな封筒が届いた。それで前のアンケートのことを思い出したんだけど、内容は俺に文房具セットが当選したというもの。そこまでは不思議はないんだけど、その文房具セットが送られてくるには条件があって、一つやってほしいことがあると書いてあった。それから俺が名前を書いてやったいじめっ子とは同じクラスにはならないだろうということも書かれていて、まだクラス外の先生方の会議も行われていない時期のはずだったので、それはちょっと不思議だった。その封書の中には一つ厳重に和紙でくるまれたお守りのようなものが入っていた。その表には俺の住んでいる地域から遠く離れた県名と知らない小学校名、それから5年生という文字と、やはり知らない男の子らしい名前が気味の悪い赤い字で大きく書かれていた。それを俺の住んでいる地域にある神社、そこは古くて由緒があるけれど大きなところではなくて、ほとんど普段は参拝する人もいない忘れ去られたようなところなんだけど、
そこの境内にある松の木に3月8日の午後9時以降に釘で打ち付けてほしいという内容だった。それをやったら検証のセットを送ってくれるということみたいだった。それからその封書は一切が済んだら前に来たものとともに近くの川に流してほしいとも書かれていた。これはすごく不思議で、最初は仲の良かった中学生の兄に相談しようと思ったけど、封書にはこのことは誰にも話してはいけないと書いてあったのでやめにした。神社は自転車で5分程度のところにあり、そのお守りのようなのを釘で木に打ち付けるのは難しいことではない。雪の降る地域でもないし、9時過ぎに15分ほど家を開けるのは何でもなかった。その封書とお守りは自分の勉強机に入れておいた。3月8日になった。俺は手紙の依頼通りにやることに決めていて、夕食後9時を過ぎてからそのお守りとどこにでもあるような釘と金槌を持ってグランドコートを着て自転車で神社に出かけた。その神社は住宅街のやや小高い丘の上にあって、俺は下で自転車を降りて幅の狭い石段を登っていった。石段にも神社の境内にも一つずつ街灯があったので、暗いけど足元は見えた。もちろん全く人影はなく、さすがに気味が悪くて、早く終わらせようとコートのポケットからお守りと釘と金槌を取り出し、走って何本か鳥居をくぐり、神社までの参道から脇に入って、おみくじが結びつけられたりしている松の木を一本選んで、自分の頭の上くらいの高さに名前が書かれている方を表にして、真ん中に強く2、3度釘を打ちつけた。すると手の中でその守りが微妙に動いた感覚があって、俺は思わず手を離したけど、お守りは木に固定されて落ちなかった。その時10メートルほど離れた神社の脇から急に人が出てきて、こっちに向かって大きな声で見届けたと言った。その人の姿は暗くて、後で思い出してみてもどんな服装だったかもわからなかった。声は男のものだった。俺はもう完全におじけづいていたので、そのまま後ろも見ないで金槌を放り出して走って石段を下まで降り、自転車に飛び乗って家に帰った。俺がアンケートに名前を書いたいじめっ子は、その一週間後に自転車に乗っている時にトラックに轢かれて死んだ。封書などは指示通り近くの川に流した。4月に入って有名なデパートから立派な文房具セットが送られてきたが、封書にあった教材会社の名はどこにもなかった。その後一回も連絡はない。神社には何年も立ち寄らなかったので、木に打ち付けたものがどうなったのかはわからない。金槌をなくしたので父親に後で叱られた。一番気になるのは、そのお守りに名前があった知らないやつだが、どうなったかはもちろんわからないし、調べてもいない。改めて思い出してみると、やっぱり奇妙な体験で、すべて自分が想像で作り出したことのような気もする。文房具セットは兄に随分羨ましがられたけど、単に検証に当たっただけなのかもしれない。こんな経験をした人って他にいるんだろうか。テレビの画面。この話は呪い系のお話なので、聞く場合は自己責任でお願いします。友人、藤田から聞いた話なんですが、専門学校に通っている学生がいつものようにアパートに帰ってきたんです。
狭いながら2部屋キッチン付きの家で、玄関に入るとまずメインの部屋があり、奥にあるもう一つの部屋が襖で区切られている作りだそうです。玄関を開け、真っ先に襖が視界に入ったそうなんですが、襖が少し開いているんです。そういうのって気持ち悪いじゃないですか。だから閉めようと近づいた時、部屋の様子が見えたんです。部屋の隅に置いてある小型のテレビいっぱいに女性の顔が映っているんです。にたっと笑って、天井のあたりに目線を向けて笑っていたそうです。学生は電源をつけたままで何かの番組が映っているのかなと思ったそうなんですが、その女性以外には何も映らず、女性は学生に気がつくと笑ったまま目線を学生に向けたそうです。目が合うと女性は目を糸のように細めて笑ったそうです。学生はその時恐怖で硬直した頭にデジャブを感じました。この状況はいつか聞いたことのある話に似ているそうです。何だったろう、思い出すんだ。思い出さなきゃいけない気がする。得体の知れない恐怖に体が動かなくなり、汗が吹き出てきます。画面の女は画面いっぱいの笑顔のまま学生を見つめています。しばらくして学生が死んでいたのを友人が発見したそうです。ここまで話を聞いて、私は藤田に、どうして死んだの？どういう死体だったの？と気になったので問い詰めました。藤田は、俺もここまでしか聞いてない。よくわかんないよなぁと言っていました。忘れてしまえばいいのかもしれませんが、とにかく気になります。知りたくて知りたくて仕方ありませんでした。なぜ？どうやって死んだの？テレビに映った女性に殺されたの？知りたいという気持ちは藤田も同じで、それから暇があると二人で想像を膨らませ、真相について討論していました。それでですね、今うちのテレビには藤田が映っています。電源消してるんですが、例のごとく真っ暗な中ににったり笑って、貞子みたいに出てくるんでしょうか。それはこれからわかるんでしょうね。今になって話の大体がつかめたんですが、どうやらこの話を聞いた人に連鎖的に起こるみたいです。藤田は昨日亡くなりました。死体の様子は聞いていません。私がわかるのはそれまでです。ずっと知りたかった、どのようなことが起こるのかはこれからわかります。私も死ぬのでしょうか。どうやって殺されるのかはこれからわかりますね。けど、どういう死体になるかは自分ではわからないので、誰か調べてください。そのために今ここで話しました。きっと聞いたあなたのところに私が現れますので、あなたは私があなたのテレビに行く前に、この話を友達にして、絶対あなたの死体の状況を調べるように言っておいてください。テレビで藤田が笑っています。声も上げずに笑顔のままです。とても怖いです。私ももうすぐあなた方誰かのテレビに映ると思います。今、藤田が。無理、やめとこう。俺やだよ。高校の頃の話。うちのクラスに神田くんってやつがいて、そいつはいいやつで真面目だったけど、いわゆるいじられ役だった。本人もそれをおいしいと思ってたみたいで、楽しく過ごしていた。
学園祭が終わった頃、クラスで打ち上げをやろうってことになって、みんなで打ち上げをした。みんなで晩飯を食って、その後近くの城跡の公園で花火をすることになった。花火も終わった頃、参加者のうちの一人が肝試しをやろうと言い出した。その公園には大きめの座った仏像みたいなものがあった。後ろに回り込むと、ケツのところに下り階段があり、奥には扉がついている。噂では、その扉の中に戦争で亡くなった人が祀られてるだとか、ミイラが飾ってあるだとか、いろんな話があった。その時はそこに行こうという話だった。暗いからか、仏像自体から気味の悪い雰囲気が漂っており、さらに扉の側に回り込むとより一層暗くなったように感じられた。だが、テンションが高まった高校生はノリで突入することに決めたのだ。その時、神田くんがふと、無理、やめとこう、俺嫌だよと言い出した。当時、神田くんを率先していじってた俺は前振りだと受け取って、え、何？そんな戦闘行きたいの？みたいに囃し立てた。他のクラスメートもそれに便乗し、半ば無理やり神田くんを先頭に押し合った。俺は扉だけ開けると神田くんの後ろに引っ込んだ。南京錠みたいなのがついていたが、鍵自体はかかってなく、普通に扉を開けることができた。そして、神田くんの背中を押して中に押し入った。中は埃っぽくてジメジメとしてたのを覚えてる。正直、俺も少し怖かったのでずっと神田くんの背中を押すみたいに手を当てていた。階段が意外と長くて巨大地下室かとワクワクしていた部分もあった。その瞬間、神田くんの背中が俺の手を離れた。歩みを早めたようだった。俺が、おい、急ぐと危ねえぞと言い終わるか終わらないかのうちに、明らかに前方から、みたいな太い叫び声みたいなのが聞こえた。どう考えても神田くんの叫び声じゃなくて、それよりも何よりも怖くてクラスのみんなは急いで来た道を引き返した。入り組んでたわけではないので案外すぐに出られた。出た後、なぜかみんな別方向に逃げていった。俺は怖かったので近くにいた友達とさっき花火をしていたところまで戻った。すると何人かもそこにいて、マジビビった、何あれみたいな話をしてた。しばらくそこにいたが、逃げたままその足で帰ったのか、戻ってこない奴もいた。神田くんも帰ってこない奴の一人だった。その日はそのまま解散にして、みんな家路に着いた。帰る前にもう一度友達とさっきの仏像の扉を見に行った。扉は閉まってた。今から考えるとありえないのだが、当時は誰かが閉めたんだと思っていた。家に帰って風呂に入って、風呂上がってから携帯を見ると、見たことない番号から電話がかかってきていた。それも同じ番号から2件。登録してない奴からか、まあ用があるならまたかけてくるだろう、程度に思ってその日は寝た。次の日、学校に行くと、前日の見慣れた顔が揃ってた。逃げ帰った奴も学校に来ていて、前日の話で持ちきりだった。だけど、神田くんはただ一人学校に来なかった。昨日のこと怒ってんのかな？ビビりすぎて外出られないんじゃね？など、適当なことを言っていたが、神田くんは3日間学校に来なかった。その間にも知らない番号からの着信は続いた。しかし、
着信は決まって携帯が手元にない時だった。その話を学校で友達にすると、それ神田の番号じゃん。神田君に教えてないんだけどな。てか電話かけてくるなら学校来いよとかその時は思ってた。3日後、神田君が学校にやっと顔を見せた。みんな口々に神田君をいじったり心配したりした。神田君はいつものように突っ込んだり返事をしたりしてた。だけど一つだけ違うことにみんなは気づいていた。表情がない。笑わないし怒らない。常に無表情。それからというもの、神田君は無表情だし、授業中は教科書も出さずにずっと教卓を見つめてるし、話をしていても神田君だけ噛み合わない。そういえばあの時さ、みたいな話をしても覚えてないか、明らかに違うことを言い始める。そんな調子で卒業まで過ごして、結局神田君は卒業まで変わらなかった。不思議なことに、卒業後の彼の進路を知る人はいない。卒業してしばらく経ってからも、神田君からの着信は続いてた。正直気味が悪くて着信拒否にしてた。それでも履歴には残る。ある日携帯を機種変して設定を忘れてて、また着信があったんだ。いつもと違ったのは留守電が入っていたこと。少し興味があったので聞いてみた。という息を吸う音みたいなのがずっと鳴ってるだけで何もない。本気で気味が悪くなって切ろうとして耳から離した瞬間に何かが聞き取れた気がした。気になってもう一度再生すると今度は聞き取れた。後悔した。お前のせいだ。ボイスチェンジャーでも当てたような声だ。俺はその時やっと気づいた。神田君は怒っているのだ。あの時戦闘を生かせたことを。いや、もしかしたら中にいた何かが怒っているのかもしれない。5年経った今でも着信は続いている。星を見る女性。仕事を終え男が帰宅途中、何気なく空を見上げると雲一つない星空が広がっていた。星空を見たのなんて何年ぶりだろう。日々の忙しさに追われていた男はその星空にほっとするものを感じていた。それからというもの、男は自宅のベランダから夜空を見上げることが日課になっていた。そんなある日、向かいのマンションに同じく夜空を見上げている女性がいることに気づく。あの人も夜空が好きなんだな。なんとなく親近感を覚えながらも、男は夜空を見上げることを続けていた。いつしか男はその星を見る女性に恋心を抱くようになっていた。というのも、男が星空を見ている日は必ず彼女も夜空を見上げていたのだ。彼女は一体どんな人なんだろう。あっちも自分が星空を見上げているのを知っているんじゃないかな。いても立ってもいられなくなった男は思い切ってその女性の部屋を訪ねることに決心した。期待に胸を膨らませながら彼女のいる部屋へ向かう。到着して部屋の呼び鈴を鳴らすが、いつまで経っても返事がない。しびれを切らしてドアに手をかけてみると、鍵が開いていた。
恐る恐る部屋へ入ってみると、中は真っ暗だった。カーテンの開いた窓からは月明かりが差し込んで、女性の姿を照らしていた。しかし、男はその女性の姿を見て凍りついた。なんと、女性は窓際で首をつって死んでいたのだ。首をつったその姿は、まるで夜空を見上げているように見えていた。カエル。あれは俺が13歳くらいの頃だったろうか。鬱陶しい梅雨の時期には近くの田んぼにカエルがわんさか湧く。俺の実家は田舎で、それこそ農作業で生活してる人もいるし、通学路なんか半分は左右田んぼに囲まれた道が続いてた。で、当時中学生だった俺は梅雨だから外にも出れなかったし、暇で暇で仕方なかったんだよ。家で何かないかなといろいろ漁ってたら、姉ちゃんが買ったハリーポッターの秘密の部屋のビデオがあったから、それ見てたんだよ。俺はハリーポッター興味なかったから、そのビデオが初見だった。その映画には、バジリスクっていう水道を通って見た人間を石化して殺す蛇が出てくるんだけど、中学生の俺にはそれがかなり怖かったらしく、その日は一人で留守番だったのも含めて、見終わった瞬間、背中が常にゾクゾクしてた。だって、水道通ってくるんだぜ。どこにいても逃げ場ないじゃん。かといって、外にも出れないし、俺は適当に面白そうなバラエティでもつけて気を紛らわそうとしてた。でも、そんなんで気が紛れたら誰も苦労しないじゃん。俺は一人でずっとゾクゾクしてた。で、夜7時くらいになって、じいちゃんとばあちゃんが帰ってきて、少しは恐怖感はなくなった。でも、両親は飲み会で12時くらいにならないと帰ってこないらしい。おまけにじいちゃんとばあちゃんの寝室は1階で、俺の部屋は2階だったから、広い2階には俺一人。電気消して寝ようとしたんだけど、当然その瞬間にバジリスクが俺の脳内をよぎる。後ろ向いた瞬間、目が合わないかなとか、下のじいちゃんとばあちゃんは無事かとか、今にして思えばバカじゃねえのとか思うけど、当時の俺としては本気でそう思ってた。1時間くらい寝つけなくて、ずっと壁の方を向いてた。電気つけて寝ようにも振り向かないといけないし、そんなのさすがに無理だった。で、聞こえてきた。バジリスクの鳴き声でも、這いずる音でもなく、カエルの鳴き声が。耳元で響くように、ゲコっていう鳴き声。田舎暮らしとしては聞き慣れたあの声。家具のきしむ音とか、時計の針の音とかと聞き違うはずもないリアルな鳴き声だった。俺の部屋にはそんな声出すおもちゃもゲームも目覚まし時計もないし、それが聞こえた瞬間、今までにないくらいのゾクゾクが体中を襲った。考えても見てくれ。ろくに後ろも振り向けない状態で、真っ暗闇の中で響くようなカエルの鳴き声だぞ。俺の心拍はもう限界レベルだった。で、耐えきれなくなって必死の思いで電気つけて、その日はずっとゲームやって朝を待った。そんな日に限ってやり終えて飽きて放置してるゲームしかなくて、ずっと夜が続くような感覚だった。まあ中学生だし、そんなのは3日もあれば忘れる。俺も例に漏れず、3日で忘れて友達とポケモンだのジャンプだのの話題で盛り上がってた。で、何ヶ月か経って、
夕食食って8時くらいにハリーポッターのアズカバンの囚人のテレビで予告が始まった。で、思い出した。バジリスクのこと、カエルの鳴き声のこと、まるで条件反射みたいに俺はまたゾクゾクとした。さらに俺を追い詰めるみたいに雨が降り始めた。それだけじゃない。その時居間にいたんだが、姉ちゃんが秘密の部屋のビデオを再生し始めた。今にして思えば、アズカバンが公開されるんだからおさらいとして見直すのは当たり前の行動だけど、その時の俺には姉ちゃんがまるで何かに取り憑かれたかのように見えた。さらに普段は一緒にビデオなんか見ない両親まで秘密の部屋一緒に見るって感じになってたから、今になんかいたら気が狂いそうだった俺は2階に逃げようとした。でも姉ちゃんと両親の3人は1階の居間で秘密の部屋見てるから、2階には俺以外誰もいない状況だった。もう無理だった。俺はコンビニ行ってくるって言って逃げるように外に飛び出た。なんであんなに恐ろしかったのかわからない。ゴキブリとかナメクジに生理的な恐怖を感じる人みたいに、俺は多分バジリスクっていうか、その一連の空気に生理的な恐怖を感じるようになったんだと思う。で、外に出た俺はそのまま散歩を始めた。夜道なんてどう考えても誰もいない2階より怖いのに、その時の俺は夜道に何も恐怖を感じなかった。で、最初にも話した両脇が田んぼになってる道を通ってコンビニに行こうとした。その瞬間、また俺を続々が襲った。右の田んぼから左の田んぼへのカエルの大行進。卵の世話か巣の引っ越しか知らんけど、とにかく10匹ぐらいのカエルがゲコゲコ泣きながら道の真ん中に座ってた。俺は本当にこいつらに取り憑かれんじゃないかって錯乱して、そのカエルを全部踏み潰した。バジリスクで恐ろしくなって、2階に行こうとして恐ろしくなって、その矢先にカエルの群れ。中学生の俺には耐えられるわけもなかったんだと思う。それで、このまま外にいたら何かある。何か起こると思って家に逃げ帰った。もうバジリスクでもいい。皆がいる場所にいたかった。そしたらそこにじいちゃんとばあちゃんも加わって見てた。どこか安心した俺は部屋に入った。その瞬間にテレビを見て、俺はまた恐怖した。テレビに映ってたのは、ちょうどハーマイオニーが石化して保健室に寝かされてるシーンだった。もう俺の頭の中で何かが切れた。俺はそのまま2階に行って電気つけたまま布団かぶって目をつぶった。もうそれしか逃げ場がないような感じだった。なんで家族全員でハーマイオニーの石化シーンで集合してるんだよ。なんで俺が帰った瞬間そのシーンなんだよって。布団かぶったままでどのくらいいたんだろうか。しばらく経って俺は気づいた。あの時のまんまだってことに。そして案の定聞こえてきた。あの時よりも耳じゃなく脳に響くような声で、ゲコって。もうその後はどうしてたか覚えてない。幽霊や妖怪は恐怖心に寄ってくるって言うけど、蛇のバジリスクに恐怖してカエルの霊が近づいてくるなんて意味がわからなかった。俺は蛇を怖がってるのに、なんでそれに襲われて同じように蛇を恐れるはずのカエルが近づいてくるのか、もうそろそろ精神的におかしくなりそうだったから、俺は近くの神社に行った。田舎だから神社なんてその辺にいくらでもあった。で、神社の神主さんに事の経緯を話した。俺的にはカエルを踏み潰したのが一番怖かったんだけど、夜にカエルを踏み潰したのは正解だった。とか言われて、は？
って思わず口にした。何でもカエルはヘビに恐怖する俺を仲間だと思って近づいたらしい。人の恐怖心ってのは、まあ中二っぽく言えばどんなものよりも大きな霊的エネルギーを持つらしい。それを本能でしか動いてない爬虫類は敏感に察知するらしい。で、それを察知したカエルが俺のところに向かっていたとか言って、俺はまたゾッとした。ビデオで秘密の部屋見たときは、すぐに忘れたからカエルも察知できなくなったけど、今度は結果的に外に飛び出た俺から近づいてきたから、ああいう感じに遭遇したんだと。あの時聞こえた鳴き声は、いわゆる共鳴。中二的に言えば、テレパシーでカエルの鳴き声が寝室前で本能的にしか動いてない俺の脳に響いたらしい。でも、俺がその時踏み潰したから、カエルは俺を蛇みたいな天敵として判断して、もう仲間として迎えに来ることはないらしい。で、一応供養してもらって、俺は一安心して帰ろうとした。不思議なことにバジリスクのこと考えても何の恐怖も感じなくなったし、俺もしかしてカエルになりかけてたとか、そんな馬鹿げた妄想も考えながら、笑い話として話せるくらい気楽に考えれるようになった。でも俺がカエルを潰すことで解決したんなら、その夜に聞こえてきた脳に響くようなカエルの声は何だったのか。そのことを神主さんに話そうかなんて思った矢先、また聞こえてきた泣き声が。しかも、グエーグヨッとか、なんか笑ってるような感じの泣き声だった。その方向を見ると、茂みの中に一匹の牛ガエルがいた。そしてその牛ガエルは喉を鳴らしながら、にたーっと、まるで器具かなんかで無理やり口を広げたみたいに笑って、茂みの奥に消えていった。その瞬間、神主さんが、あれは人やなとかつぶやいた。聞くと、見た目はカエルでも感じるものは人に近いものだったらしい。神主さんは、おそらく仲間を作ろうとしとるんやな。経緯はわからんが、あいつは人からカエルになって、道端のカエルを人が犬を飼うみたいに操って、今回のお前みたいなのを同じようにカエルに変えようとしとるんやな。と言ってた。多分、あいつが二度目の夜、最後の攻撃みたいな感じで俺に泣き声を送ってきたんだと思う。頭に直接カエルの声を送る強制手段みたいな感じだろう。でも俺はその翌日すぐにこうやって神社に来てお祓いしてもらったから助かった。あの無理やりこじ開けたような笑顔は、運が良かったなとでも言いたかったのか。多分あいつは今でもどこかで仲間を作ろうとしてるんだと思う。カエルと同じように蛇に恐怖を抱いた人間を探して、またどこかの耳元で、ゲコって泣いてるかもしれない。私の肩が重い。私が高校時代に体験した怖い話をお話しします。それはまず、新しく家の近くにカラオケ店ができたところから始まります。新しくできたカラオケは家から1分ほどのところだったので、友達とよく行くようになりました。最初は何とも思わなかったのですが、実は墓地の裏にできた建物だったため、幽霊が出るという噂が広がるようになりました。しかし高校生の私は別にそんなの関係ないと思い、
いつも通りカラオケに行ったところ、いつもと違う何かを感じました。それは肩に何かがいるようなそんな感覚でした。もちろん霊感があるわけではないので、見えるってこともないのですが、なんか違和感があるんですよね。肩の上に手をかざしてみると、明らかに感じる温度が違うというか、異変は感じつつも、何もわからなかったので、そのままカラオケして帰りました。翌日、学校で友人たちと休み時間にストーブの周りでその話をしていたところ、いきなり左側の肩が重くなったんです。あ、これは来たな、と思いました。友人たちは怖がってキャーキャー言っていたのですが、私は昨日体験しているのであまり動じずでした。友人に肩へ手をかざしてもらったら、なんかこっちだけ冷たいと言われました。しかし、次の瞬間、私の肩はふっと軽くなり、今度は私の肩を触っていた友人が、肩が重くなったんだけど、と言い始めました。友人が怖がってしまったので仕方なく、もう一度私が肩を触り、私の肩に重さが戻ってきたのですが、あまり騒いでもよくないし、放っておくといなくなるという話を聞いたことがあったので、授業も始まったことだし、放置しておいたら、放課後ぐらいには肩が軽くなりました。あれが幽霊のせいだったのかわかりませんが、不思議な体験でした。そして、あのカラオケ店ではその後も幽霊を見たという人が多発していたので、何かがいたのは事実だと思います。幽霊が出るという噂が広まってしまったせいか、カラオケは閉店して、現在では葬儀場になっています。なかなか寄りつく場所ではないのですが、墓地の裏ですし、本来のあるべき姿になったのかなと思ってます。白い傘と白い服。友人と遊んだ後、雨降ってるし時間も遅いからって友人を家に送った帰り、今週の漫画読んでないなと思い出してコンビニへ行った。店内に客は自分だけ。一冊目を手に取ってふと顔を上げると、コンビニの前の道を白い傘を差し白い服を着た人が歩いてた。こんな時間に何してんだと思いつつ本に目を落とした。一冊目を読み終え、次に読もうと思っていた本を手に取り、顔を上げると、さっきの人が前の道を歩いてた。歩道とコンビニの間には駐車スペースがあるから、至近距離で見たわけじゃないけど、見た目も歩き方も同じだったから一目で分かった。変だなと思ったけど、いろんな人がいると思って、そんなに気にしなかった。二冊目も読み終え、次に先ほど店員さんが並べてくれた今日発売の雑誌を手に取り、読む前に同じ姿勢で疲れた肩を回す。すると、また前の道を歩いてる人が。さっきと同じ白い傘を差した人。さすがに薄気味悪かったので、その後は窓の外へ目を向けず、漫画に集中した。さらに2冊ほど読み終え、顔なじみの店員さんと少し会話をし、ご飯を買って外へ。雨は小雨になっていたけれど、また強く降ってくると嫌だし、早く帰ろうと歩道に出た瞬間、ドキッとした。20メートルほど先を歩く白い傘を差した人の姿。田舎だからそんな時間に走ってる車はほとんどなく、街灯も少ないので、コンビニから離れると辺りはものすごく暗い。そのせいで余計不気味に思えた。なんかやだなぁとわざとゆっくり歩いているのに、それでもどんどん距離が縮まっていく。どんだけ歩くの遅いんだよって思った。前を歩く白い傘の人との距離が3メートルぐらいになって、なんとなくこれ以上近づきたくなかったし、追い抜く気にもなれなかったので、だいぶ早いけどあの路地曲がるかと思っていると、その人がその路地を曲がっていった。よかったって気持ちもあったが、
何もされてないのに勝手に想像してごめんなさいって気持ちもあったので、その人の後ろ姿に向かって軽くお辞儀をした。その瞬間、その人が何か言っているのが聞こえた。えって思ったけど、こっち向いてないし、独り言だと思うことにした。そのまま歩いて次の路地を横切ろうとして、なんとなく右を見た。見慣れた住宅街が見えた。白い傘を差して歩く人も見えた。ありきたりに背筋がゾッとしたとしか言えないけれど、嫌な感じがした。だってさっきまではこっちがゆっくり歩いてても距離が近づくくらい、あの人はものすごくゆっくり歩いていたはず。でも今はどちらかといえば早足、いつもよりほんの少し大股で歩いてる。なのに相手も一本奥の道を並行して歩いてる。何か嫌な感じがして、それを振り払おうと、偶然かそれともこっちを意識して歩く速度を変えて遊んでいる障害者か何かだろうと思うことにした。でも何度路地を横切っても、白い傘を差した人が一本奥の道を歩いてる。見えないところで歩く速度を速くしたり遅くしたりしても、自分が横切るときに向こうの人も横切っていく。すごく怖くなって、脇目も振らず大通りまで走った。頭の中では自分に向かって、これはただ雨が少し強くなってきたから、濡れたくないから走ってるだけって言い聞かせた。大通りまで出ると、さすがに数台の車が走っていて少しほっとした。大通りを渡るときに右を見たけど人影はなく、それ以前に向こうの路地から大通りへ出ても横断歩道がないのだから渡れるはずもない。それでももしかしてと、大通りを渡って一つ目の路地を横切るときに勇気を振り絞って右を見てみた。誰もいなかった。その後の路地を横切るときも誰も見えなかった。当たり前だよなと落ち着きを取り戻して歩き続け、この路地を曲がれば、さあもうすぐ家だといつものところで右へ曲がった。奥の路地から白い傘を差した人が出てきた。えって思った時には、白い傘を差した人は路地を曲がってこちらへ歩いてきた。鳥肌が立った。やばって思った時には、もう元来た道を走ってた。見られないように全力で走って一つ目の路地を曲がった。なのに曲がった路地の奥の道から白い傘を差した人が歩いてきた。道の真ん中まで出てきて、そのままの体勢のまま不自然な感じでぐるんとこちらに向き直って歩みを進めてきた。寝静まって真っ暗な住宅街のど真ん中で、道が交差する付近には街灯があるものだから、白い傘と白い服はものすごくはっきり目に映った。深夜だっていうのに大声が出た。うわーって感じの。持ってた傘もコンビニの袋も放り投げて一目散にその場から走った。走りながら友人に電話をかけて、寝てるところを起こして、今から行くから家に入れてくれとお願いした。数時間前に送ったばかりだっていうのに友人は OK してくれて、助かったと急いで走って向かったんだけど、大通りを越えてコンビニを過ぎ、道路を横断して曲がろうとした先で、白い傘を差した人が立っているのが見えた。もうこの時にはなんでとしか考えられなくて、曲がるのをやめてそのまま次の路地を目指したんだけど、そこでも白い傘を差した人が奥の路地から出てきた。もう嫌だと思いながら道を先に進んでいると、携帯が鳴った。けれどおかしなことに、着信ではなく不在着信の表示、しかも3件。時間を確認すると、もう4時を回っていて、自分の中での時間はまだ10分程度だと思っていたのに、すでに1時間近く経っていた。町から出ていないし、それ以前に曲がれないからこの通りを抜けていないのに、住んでるはずの町が知らない町のようですごく怖くなった。友人に電話をすると、まだ？今どこ？来ないの？
と眠そうな声が電話から聞こえてきた。行きたいけど無理、曲がれない。曲がった先に白い傘を差した何かが先回りしてる。で、きちんと言えたかわからないけど伝えると、友人は、何言ってんの、わかんないけど先回りされるなら追わせればいいじゃないって返してきた。でも言われても何も考えられなくて、え、何言ってんの、意味わかんねえって返すのが精一杯。語気を強めて意味不明なことを言う自分に、友人は怒ることなくゆっくり丁寧に、一度曲がりたい方向と逆に曲がるでしょ、そしたら前に先回りされてるんだよね、それから後ろ向いて追われる形でまっすぐ道を進めば行きたい方向に行けない。もう何でもいいからすがりたい一心で、わかったって言って友人の言う通りにしてみた。もう何も考えられなかった。すると本当に曲がった先に白い傘を差した人は現れるけど、後ろを向いて逃げても追いかけては来ない。正確にはこちらに向かって歩いては来るけれど、それは自分が曲がった角のところまで来たら戻っていく。でもまた別の角を曲がったり路地へ入ろうとしたりすると、その先の道から出てくる。行けると思った途端、周囲に誰もいないのに、ブワーと声なんだけど言葉じゃないとわかる音が後ろから聞こえてきた。感覚的に、あれが喋ってると思い、より一層足に力を入れて走った。ようやく友人の家の近くまで来ることができ、電話で伝えると、家の前まで出て待ってると言ってくれた。本当に家の前で待っててくれた友人の元へ行くと、びしょびしょ、傘どうしたのなんて言って笑ってて、ちょっと安心したけれど、見たこと説明して走ってきた道の先を一緒に見てもらった。暗いし遠いのに、でもはっきりと向こうの十字路に白い傘と白い服を着た人の姿があった。驚いた顔の友人と慌てて家に入った後、少し遠くから低音の人の声のような音がずっと聞こえていて、友人が飼っている猫が窓やら玄関やらを行ったり来たりしてた。明るくなって車の音がうるさくなってきた頃には、いつの間にか声のような音や嫌な感じがなくなっていた。その日のうちに県内のお祓いで有名な神社に二人で行き、お祓いをしてもらったんだけれど、よぼよぼの神主さんは、忘れた方がいい、理解できないものは数多くいて、それが何か私にもわからないとだけ説明してくれた。今思い出しても寒気が止まらない経験だ。これを聞いた誰かが同じようなことに遭遇したときは、友人の言葉を思い出してほしい。黒い人。これは私が大学2年生だった時の話です。大学までは自宅から電車を乗り換えて通学していました。乗り換え駅はそこそこ人通りがある中規模のものでしたが、そこで奇妙な体験に遭遇したのです。ある日、私が電車の到着を待っていると、駅のホームに黒い塊があることに気づきました。最初は人影か全身黒い服を着た人かとも思ったのですが、影にしては立体的ですし、かといって人かと問われると違う感じがします。ここでは黒い人と呼ばせてもらいますが、人のような形をした何かというと一番しっくりくるのかもしれません。その黒い人は下手したら線路に落下するであろうホームギリギリの位置に立っていました。見てはいけないものだろうなということは察していたので、なるべく気にしないようにしていましたが、どうしてもチラチラ見てしまいます。
すると、その黒い人が倒れるように線路内へ転落したのです。私が思わず、ああと声を上げそうになっていると、駅の構内放送が流れました。ただいま、人身事故が発生したため、電車の運転を見合わせています。黒い人は私の見間違いだったと思いたかったのですが、いつの間にか黒い人は元の位置に戻っています。一体何なんだろうと考えを巡らせているうちに電車が来たのでそのまま学校へ向かいました。それからというもの、その黒い人をたびたび見かけるようになりました。いつも現れるわけではありませんでしたが、出るといつもホームギリギリの位置に立っています。形も少し変化しているようで、細身の場合や身長が変わったりもしました。まるで女性や男性、大人、子供を表現しているような印象を受けました。現れては線路へ落下するのですが、落下後しばらくするとまた同じ位置に戻って立っており、これは何度も繰り返すのです。気になった私はいつしかスケジュール帳のカレンダーに黒い人を見かけた場合は印をつけるようになっていました。そして気づいてしまったのです。人身事故が発生した日には必ず黒い人が出現するということに。ともかくその路線は人身事故が多いところでした。気味が悪くなった私はスケジュール帳に記録を残すのをやめました。その後何度か黒い人を見かけましたが、とにかく見えていないふりをしてやり過ごしているといつの間にか見えなくなりました。あの黒い人が事故を引き起こしていたのか、それとも事故が起きるからあの黒い人が現れたのか、私には分かりません。